働き始めて、あもう9年目か、9年目になるんだよ。もうすぐで10年10年一昔しちゃうから俺の老けたもんだ。あでも結構若いだろ、よくわかんねえ。あそれで何が言いたいかっていうと、働く人間にとって一番大切なのは愛している人からの優しい言葉だったり、心の安らぎだったり、そういったものが働きが大人になっていけばなっていく、とっても大切になってくる。まだ働いてない人たちが、いや社会に出てない君たちがたくさんの夢を見るべきだと思うし、いや別に人生のことを解いてるわけじゃないんだ、勘違いしないでくれ。俺は10代の代弁者じゃもうねえんだ。なってもいいけどよ。まあどっちでもいいや。とにかくもし君たちが働くようになって、そしたら思い出してくれ、俺みたいな男はこんな歌を歌っていたって。そしたらその歌の中から飛び出して、あんたにキスしてやるよ。ワン、ツー、ワン、ツー、セーファー。